これはどこか異国の小さな恋のお話です。あるところに小さな王国を取り囲む闇深い森がありました。昼でも薄暗い闇の広がるその森は魔女が支配し、人食いの化け物が徘徊する恐ろしい森でした。森の闇は奥深くへ行くほどに濃さを増し、人々はその闇を恐れ、森の中へ入る者はほとんどいませんでした。そんな恐ろしい森ですが、月夜の晩にはとても美しい歌声が聞こえてきます。歌声の主は狼を思わせる姿の化け物。彼女は自らの美しい歌声を誇らしげに、毎夜この小高い岩の上で月に向かって歌うのでした。そんな狼の歌に変わり者の客が一人、森に囲まれた小さな王国に住む人間の王子です。狼の美しい歌声に誘われて、いつの頃からか王子はめったに人の寄りつかぬこの恐ろしい森へ毎夜通うようになっていました。狼の歌が終わると王子はパチパチと拍手を送ります。歌声の主の姿は小高い岩の上に隠れて見えません。でもそんな姿も名前もわからない歌声の主への王子の興味は膨らんでいくばかりでした。歌い終わった狼はちらりと人間の王子を一別します。狼は人食いの化け物です。だから初めて王子が歌を聴きに来た時には、バカな獲物だ、歌い終わったら食べてしまおうと思っていました。でも王子から無邪気な拍手を送られ、今まで歌を褒められたことのない狼は最初は戸惑いましたが、そのうちに悪くない気持ちになり、なんだか食べる気がなくなってしまったのでした。そんな夜を何度か繰り返した狼は、今では王子の拍手を楽しみに歌を歌うようになっていました。だけど狼は考えます。私の正体が化け物だって知られたら、人間の王子は怖がってもう歌を聴きに来てくれなくなるかもしれない。王子に姿を見られることを恐れるようになります。この日も歌い終えた狼は王子の拍手を聞きながら森の陰へと逃げるように姿を隠すのでした。そんな夜が何度か繰り返され、季節が変わる頃、今夜も狼は月に向かって自慢の歌を歌います。それは狼にとっていつもと変わらない静かな夜です。ですが王子にとっては特別な夜でした。王子はこの日小さな決意を抱いて森に入ります。その決意とは、歌声の主に会うこと。歌声の主に会ってもっと仲良くなりたい、そんな気持ちを胸に王子は小高い岩を登ります。歌っていた狼はその異変に気づくことができませんでした。ようやく気がついたのは歌い終えた時、いつもはすぐに鳴り響く王子の拍手が聞こえません。したんだろうと足元を見てみると、すぐそばまで王子がやってきているではありませんか。
姿を見られたら嫌われちゃう。狼は突然のことに大慌て。見られちゃいけない。そんな気持ちで、大きな手を王子の目元へ伸ばします。その手についた爪が、王子の目を引き裂くことになるとは、思いもしませんでした。突然襲いかかってきた衝撃に、王子は岩から足を滑らせてしまいます。この高さから人間が落ちたら、狼は慌てて王子の腕をつかみます。その時王子の腕に伝わったのは、ゾワゾワとおぞましい毛の感触。何もわからぬまま、目を傷つけられた上に、得体の知れない恐ろしいものに腕をつかまれた王子の恐怖は、一体どれほどのものだったでしょうか。王子は、狼の手から逃れようと必死で暴れます。悲鳴を上げながら、ジタバタと。その悲鳴を聞いた狼は、王子を怖がらせていることに動揺し、思わずするりと王子の腕を離してしまいます。どさ。王子は岩の下へと落ちてしまいますが、幸いなことに茂みの上に落ち、大きな怪我はないようです。狼に引き裂かれたその目以外は、ですが。その時、王国の兵士が現れ、王子のもとへ駆け寄ります。王子の悲鳴を聞いて、近くを見回っていた兵士が、様子を見に来たのです。岩の上に王子を傷つけた化け物がいるに違いないと、兵士は慌てて矢を放ちます。狼は王子のことが気がかりでしたが、矢の雨に追われては、森の中へ逃げ込むしかありませんでした。深い傷を負った王子は、少しずつ意識を失っていきます。その目と腕に、忘れられない恐怖の記憶を、深く深く刻みつけながら。あれから何度かの夜が過ぎて、化け物に顔を引き裂かれ光を失った王子は、王族として二度と人前には出せないと両親から失望され、お城の塔に幽閉されてしまいます。王子のことが気になっていた狼は、お城の兵士の立ち話を聞き、王子が幽閉されていることを知ります。なんてひどい話なのと憤慨した狼は、王子の安否を知るため塔へと忍び込むのでした。とある一室にたどり着いた狼が目にしたのは、冷たい牢屋に横たわる王子の痛々しい姿。誰かが入ってくる気配を感じ、王子は顔を上げます。その顔には、まるで汚いものを隠すように大きな布がぐるぐると巻かれていました。王子。狼は思わず声を漏らします。その声は、森で歌っていた人？声だけでわかるんだと、狼は少し驚きます。うん、そうだよ。僕、あそこで化け物に襲われちゃって。でも、君は大丈夫だったんだね。よかった。王子は安心したように少し微笑みます。そんな王子の姿を見て、狼の胸が少し痛みます。愛
に来てくれてありがとう。でもどうやって？王子の素朴な疑問に狼は答えに困りますが、私は隣国の姫なの。王子のお見舞いがしたいって言ったら通してくれたわ。狼は王子の目が見えないのをいいことにとっさに嘘をつきました。それより王子がこんなところに閉じ込められるなんておかしいわ。でも僕、化け物に顔をぐちゃぐちゃにされちゃって目も見えなくなったし、二度と人前に出ちゃダメだって。だからもう外には出られないと思う。王子はうつむきながら言いました。だったらその目、森の魔女に直してもらおうよ。思わぬ提案に王子はキョトンとします。森の魔女？絵本に出てくるあの森の魔女？絵本？それはよくわかんないけど、森の魔女は何でも願いを叶えてくれる。きっとその目も直してもらえるわ。魔女は森の奥深くに住んでるんだけど、私が連れて行ってあげる。狼はいいことを思いついたとウキウキした様子です。だけど王子はうつむいたままでした。こんな僕を森の奥まで連れて行くのは大変だよ。それに僕の目を潰した化け物のおぞましい手の感触がずっと腕に残ってるんだ。王子は言葉に詰まり、その肩は小刻みに震えていました。王子の言葉に狼は目線を落とします。目に映るのはゾワゾワとした傷つけることしか知らない手。その手には王子を傷つけた感触がかすかに残ります。王子をここから連れて行きたいけど、この化け物の手では王子の手を引くことすらできない。狼は強く強く手を握りしめました。そうしてもう一歩王子の方へ歩み寄ります。王子、やっぱり私が連れて行くわ。狼の声に王子がゆっくりと顔を上げました。でも少しだけ待っていて、必ず迎えに来るから。そう言い残すと狼は塔を出て森の中へと走り出しました。一晩中森を駆け抜け、狼がその館に着いた頃には月は沈み、森は朝の光に包まれていました。突然の来訪者に森の魔女は目元をゆがめます。おやおや、これは珍しい客だ。人食い狼がわざわざこの魔女の館まで、一体何の用かな。私を人間にしてここまで連れてきてあげたい人がいるの。ずる賢い狼に見合わぬ賢明な態度を見て、森の魔女はおかしそうにクツクツと笑います。人食い狼が人間にだって？面白いことを言うじゃないか。一体どうして？いいや、おおよそ見当がつくから言わなくていいよ。魔女のあざけるような物言いに狼はぐるるとうなります。今にも噛みつきそうな狼を制するように、魔女は狼の鼻先に杖を突きつけました。もちろんその願い叶えてあげるよ。
その代わり、分かっているね。どこからともなく無数に現れた、まがまがしく輝く怪しい球体のうちの一つを引き寄せ、魔女は愛おしそうにほおっとため息をつきます。なんて美しいんだろう。どれ一つとして同じ輝きはない。唯一無二の一品たちだよ。魔女の手の中で球体はぼんやりと淡く輝きます。魔女は願いを叶える代償として、願いを持つ者の一番大切にしているものを魔法で取り上げ、悪趣味な結晶に加工して愛玩する収集家でした。美しさの隠し味は大切なものを取り上げられた無念の心だね。放つ光にほのかな禍々しさが加わり、最高のスパイスになるのさ。お前のはどんな輝きを見せてくれるんだろうね。魔女は寝踏みをするように狼の瞳を覗き込みました。お前からは、そうさね、その歌声を代償にいただこうかね。私の歌声ね。狼は魔女の悪趣味を知っていたので、歌声を求められることは少し覚悟していました。それでも狼の心は揺れ動きます。王子が褒めてくれた自慢の歌声と王子の手を引く人間の姿との間で、そして、わかった、私の歌声を差し出すわ。その時、魔女のかぶっている仮面の口元がまるでにやりと笑っているかのように歪んで見えました。いい覚悟だね。交渉成立だよ。プライドの高いお前から願いの代償を取れるなんてね。人生何があるかわからないもんだ。私は上機嫌だよ。せっかくだし、サービスをしてやろうじゃないか。魔女の目が怪しくきらめきます。お望みの姿に変えてやろう。ご希望はあるかい？その言葉に、狼は王子の手を引く自分の姿を思い描きました。お姫様みたいにして。魔女は狼の言葉にクツクツと笑みをこぼします。これはこれは可愛らしい趣味だね。だけどいいのかい？あんたもお相手も人間の姿じゃ、ここまで来る前に化け物のお腹の中だよ。人間を連れてくることまでお見通しの魔女に薄気味悪さを感じながら、狼はそれは困るわと頭を抱えます。考えてなかったのかい？ずる賢い割に抜けてるところのある狼だよ。それじゃあ少しばかり方式に手を加えてあげよう。いつでも狼の姿に戻れるようにね。魔女の指先に魔法の色が灯り始めました。狼の体を魔法の光が包み込み、光の一部は魔女のもとへ集まります。あんたの歌声は確かに受け取ったよ。魔女はクツクツと嬉しそうに笑います。そして狼を包む光がひときわ大きくなり、やがて収まりました。まだ狼の姿のままみたいね。拍子抜けした様子で狼が言います。ややこしい方式だからね。体が魔法に馴染むまで一晩かかるよ。
用が済み館を出ようとする狼の背中へ魔女が声をかけます。そうそう、月の光には気をつけるんだよ。狼の力は月の光を受けると強くなる。そしたら人間の姿でいるのは難しいだろうからね。わかったわ、ありがとう。もうすぐ人間になって王子の手を引いて歩ける。なんて素敵なんだろう。期待と喜びで胸をいっぱいにしながら、狼は再び王子の待つ後ろへと駆け戻るのでした。魔女の館を出て一夜が過ぎ、狼は王子のいるお城の塔へ戻ってきました。一晩経ったら姫の姿へと変身できるようになる。狼は魔女の言葉を思い出します。王子はもう目の前です。狼は姫への変身を試してみようと思いました。王子、姫は王子に声をかけます。姫、戻ってきてくれたんだ、ありがとう。でも大丈夫だよ、王子を連れ出すためにいろいろ準備したんだから。姫は王子を不安にさせないよう明るく言います。まずは王子を檻から出さないと。この檻なら狼の力で壊せそうです。そのためには王子に檻から離れてもらわないといけません。そのちょっと檻から離れてくれる？うん、わかった。姫の言葉に戸惑いながらも王子は牢の奥へと下がりました。姫は恐る恐る王子の手をつかみます。王子は少し怯えながらも弱々しく姫の手を握り返しました。歌声を引き換えてでも人の姿を手に入れてよかった。姫は王子の手のぬくもりを感じ喜びをかみしめます。さあ森の魔女のところへ行きましょう。ちゃんと私についてきてね。こうして王子の目を治すため化け物の森を越えて魔女の館を目指す嘘つき姫と盲目王子の旅が始まったのです。森を歩く姫と王子は何やら楽しそうに話をしています。姫は野山を駆けることが好きだとか、王子は本を読むことが好きだとか、いろんな花のことが書いてある本も好きだよ。あんまり外に出してもらえないから、外の世界でたくさんの花を見てみたいって思ってたんだ。そんなことを話しているとガサガサという音とともに、突然茂みから小さな化け物が現れ王子へと飛びかかります。もうほんの少しで王子の頭は化け物にガブリとかじられてしまうところでしたが、間一髪素早く姿を戻した狼が化け物を払いのけました。でも
王子にとっては暗闇の中での突然の出来事です。怖くなってその場にしゃがみ込んでしまいました。少し前にこの森で怖い目に遭ったばかりなので無理もありません。なんとかしないと、と狼は慌てます。でも怖がる人間に何をしてあげればいいのか狼には全然思いつきません。すがる思いで周りを見渡します。そこで狼の目に入ってきたのは綺麗な花畑。その花畑を見てさっきの王子の話を思い出しました。そうだ、王子に花を持ってきてあげよう。王子、これあげる。姫は王子に一輪の花を手渡しました。これは花？いい匂い。そう、王子さっき花の本が好きって言ってたから。姫の言葉に王子は嬉しそうに微笑みました。ありがとう。どんな花だろう。目が見えないのが残念だな。でもこれで目が治る楽しみが一つ増えたよ。王子の様子を見て姫は一安心です。何かお礼がしたいな。そうだ、姫はあまり本は読まないんだよね。よかったら僕が本で読んだお話を教えてあげようか。こんなに喜んでもらえるなんて。王子ととても仲良くなれた気がして姫は嬉しくなりました。花畑を見かけたらまた花を摘んできてあげよう。そう姫は思うのでした。どれほど歩いたでしょうか。気がつくと辺りはすっかり暗くなっていました。姫は慣れない人間の姿で、王子は見えない目で危険な森を歩き続けたので二人ともクタクタです。二人のお腹がグーッと鳴り始めた頃、ちょうどよく休めそうな場所が見つかりました。王子、今日はここで休みましょう。姫は王子にそう告げると夕食の準備を始めました。じゃん。姫はとっておきの肉を取り出しました。さあ王子、どうぞ召し上がれ。肉は姫の大好物です。きっと王子も喜んでくれるはず、とニコニコしながらぬるりと血が滴る肉を王子に手渡しました。ありがとう。差し出された肉を口にした王子はうーんと首をかしげます。なんだか不思議な味だね。取れたての新鮮なウサギのお肉よ。どう？おいしいでしょ。姫は自信満々に胸を張ります。しかし、もしかして生のままのお肉。王子は思わず口にしたものを吐き出してしまいました。喜んでもらえるとばかり思っていた姫はキョトンとして王子を見つめています。ごめんね。僕の国ではお肉を生で食べることがなくて。むせながら謝る王子を見て姫は罰の悪そうな顔をしました。そうなんだ。じゃあお肉はどうやって食べてるの。僕の国ではお肉は火で焼いて食べるんだよ。生で食べるとお腹を壊しちゃうから。え、火を使うの。火
という言葉に姫はびくりと体をこわばらせました。化け物たちは火が大の苦手です。それを使うだなんて、想像しただけで姫は怖くなりました。そっか、ここには火がないから代わりに果物を取ってくるね。火を使うことができない姫はそう言ってその場をごまかしました。目指す魔女の館は遠く、いつの間にかあたりは暗くなってきました。二人は一晩を過ごせるところを探し始めます。ほどなくして少し開けた場所に、キノコに飲まれて今にも崩れそうな小屋を見つけることができました。だいぶボロボロだけど、一晩なら休めるかな。姫は王子に声をかけ、二人しっかり手をつないで小屋へと入っていきます。小屋の中は森よりも一層暗く、ぼんやりとした影が暗闇の中にいくつか見えるのみ。姫はじっと目を凝らして、それが何かを確かめます。あ、死体だらけ。嫁が聞く姫が暗闇の中に見たものは、部屋の中に無数のヤギのような化け物が倒れている光景でした。え、死体だらけ。王子はびっくりして姫の言葉を繰り返します。でもちょうどいいわね。お腹も空いてたし、今日はこれを晩ご飯にしましょう。王子は小屋に住んでいるのは人間だと思っています。姫がとんでもないことを言い出して王子は大混乱です。戸惑う王子を置いてけぼりにして、味見とばかりに狼はヤギの死体にかぶりつこうとします。狼の口に生えた大きな牙がヤギの腹に食い込む、その寸前ヤギが弱々しくうめきました。その声を聞いた王子は慌てて狼に声をかけます。その人たちまだ生きてるよ。狼はじっと心の中で舌打ちをして、しぶしぶ食べるのをやめます。この森で弱った生き物が食べられるのは自然の掟なのに。少し恨めしそうな目で王子を見つめながら、王子が相手を人間だと思ってるなら仕方ないかと自分に言い聞かせます。王子はヤギに声をかけ、彼らの話に耳を傾けます。姫、この人たちお腹が空いて動けないみたい。助けてあげられないかな。王子ともっと仲良くなりたい狼はこのお願いを断ることができませんでした。こうして狼と王子はヤギたちのために何か食べ物を探すことになったのです。姫と王子はたくさんの肉を抱えてヤギの小屋に戻ってきました。姫は肉をヤギに差し出し、得意げに言います。たくさん取ってきたわ、さあ食べて。それを王子が慌てて止めます。待って姫、まだお肉焼いてないよね。ヤギは化け物なので生肉は大好物です。でも目の見えない王子は相手を人間だと思っています。これ以上生肉のことで何かあると、自分が化け物だと気づかれてしまうと思った姫は王子の話に合わせることにしました。そうね、
てあげた方がいいわね。でも私、火って使ったことないから、やり方教えてほしいな。姫は調子よくその場をごまかします。そして王子に教えてもらった通りに火をつけようとする姫ですが、あー、ダメ、怖い。もともとが狼の化け物なので、どうしても火を怖がってしまいます。しまいにはワンワン泣いて王子に助けを求めます。王子は目が見えないので、うまく火をつけられる自信はありません。だけど姫が助けを求めてくれたことが嬉しくて引き受けたいと思いました。わかった、やってみるね。王子は姫のためにちょっとだけ勇気を振り絞ったのです。王子の協力のおかげで肉がこんがりと焼き上がりました。ヤギたちは大喜び。焼いた肉も案外いけるね。そんなことを言いながら、たくさんあった肉をペロリと平らげます。ありがとう、助かったよ。もう少しで飢え死にするところだったよね。ヤギのうち一匹が姫にお礼を言います。よかったわ。それより今晩ここに泊めてもらえない？姫は抜け目なくお願いをします。いいよ、今夜はうちに泊まっていきなよ。キノコまみれの汚いところだけど。ヤギたちは心よく二人を受け入れました。長い一日が終わり、夜が更けていきます。王子は旅の疲れもあり、ぐっすり眠っています。ですが夜行性の狼はまだ眠れないでいました。眠れない狼が小屋の外をうろうろしていると、一匹のヤギが小さなウサギを追い回しているところに出くわしました。ウサギはすばしっこく逃げ回り、とうとうヤギは獲物を捕まえ損ねました。あ、狼さん、狩りって難しいね。なのにあんなにたくさんの肉をあっという間に取ってこれるなんて、狼ってすごいな。ヤギは無邪気に狼の狩りの腕を褒めてくれます。そんな褒め言葉に狼は曖昧な返事を返します。王子に狼と呼ばれるのを聞かれてないか心配なのです。早めに話を切り上げなきゃと狼が考えていると、ところで一緒に連れてる人間は非常食かい？ヤギの唐突な質問に狼は不意をつかれドキリとしました。いいアイデアだね。僕らも飢え死にしないように真似しようかな。あー、でも僕ならもっと太った人間を選ぶな。あんなに痩せっぽっちだと食べ応えないもんね。化け物たちにとって人間を食べることは当たり前のことです。なのでこの会話は化け物同士の普通の会話。狼も王子と旅に出るまではこれが普通だと思っていました。ですが今の狼にはヤギの言葉がとても恐ろしく聞こえます。違う、王子はそんなんじゃない。狼は思わず否定します。狼の態度を見たヤギは何かを察した様子。あれ、もしかして君
人間と仲良くしたくなっちゃったってやつ。ヤギに気持ちを言い当てられた狼は素直にそうとは言えず、ただ黙ってしまいます。化け物と人間が仲良くなれるわけないよ。王子と仲良くなれるわけがない。まるでそんな風に言われた狼は口を開いて何かを言い返そうとします。だけど言葉が出てきませんでした。君もよく聞くでしょう。化け物の方がうっかり人間を食べちゃったり、人間の方が化け物を裏切ったり。狼はうつむいて聞いています。ヤギは続けます。ろくなことにならないよ。あ、でも恩人の君がやりたいことだからね。僕は応援するよ。頑張ってね、とヤギはのそりと小屋へ戻っていきました。狼は自分の寝床で体を丸め眠ろうとします。でもヤギの言葉が頭の中で何度もぐるぐると駆け巡って落ち着きません。これまでは王子の手を引く嬉しさで怖いものは何もないと思っていました。でも自分の本当の姿は王子が嫌っている化け物です。それに王子の目を傷つけたのは自分だということも黙っています。このことが王子に知られたら全ておしまいです。バレなければ大丈夫。狼は自分に言い聞かせます。そう、バレなければ大丈夫。狼は結局この夜一睡もできませんでした。翌朝、魔女の森へと出発する姫と王子をヤギたちが見送ります。ヤギたちは口々にお礼の言葉や旅の無事を願う言葉をかけます。頑張ってね、うっかり食べないように。その中には一つだけ別のことを心配している声が混ざっていました。王子には何のことだか分かりませんが、姫には伝わりました。食べはしないけど、心の底に生まれた大きな不安を振り払うように姫は王子の手を引き再び森の中へと入っていくのでした。夕暮れを過ぎた頃、森の切れ間に湖を見つけました。湖面には赤い夕日が反射しキラキラと輝いています。見晴らしがよく安全そうなここで二人は一晩過ごすことに決めました。夕食後、二人は他愛のない話をして過ごします。王子はいろんな本を読んでるのね。そうだね、二人でできる遊びの本とかもあったよ。え、二人でできる遊び？どんなもの？いつも一人で遊んでいた姫は二人でできる遊びに興味津々。王子も姫が興味を持ってくれていることが嬉しかったので喜んで遊びのルールを説明しました。そうすると勝ち負けが決まるのね。わかった、やろう。勝負事と知った姫はその遊びをすぐにでもやりたくなってうずうず。じゃあ負けた方が勝った方のお願いを一つ聞くことにしよう。いいわよ、絶対負けないんだから。勝ち気な姫はすでに勝ったような気持ちです。負け
ボロ負けです。姫は歯を食いしばり、目に涙を浮かべるほど悔しがっています。王子は私が知らない言葉いっぱい知ってるのね。たくさん本を読んでいるから。王子は照れくさそうにはにかむと、姫の方を伺うように声をかけます。じゃあ勝ったからお願いをしてもいいかな。ううん。勝負に負けたことで頭がいっぱいだった姫ですが、王子の言葉に小さくうなずくと、背筋を伸ばして彼の言葉を待ちます。姫の歌が聞きたいんだ。王子が少し照れながら言います。え、歌？王子が舞を聞きに来てくれた歌声は、姫の姿と引き換えに魔女に差し出してしまいました。それから姫は王子との旅に夢中で、一度も歌ったことがありません。自分の歌声が一体どんなものになっているのか想像もつきませんでした。僕、姫の歌声が好きだから。歌わないと怪しまれるかな。追い込まれた姫は思い切って歌ってみることにしました。5本。じゃあ歌うね。姫は意を決して歌い始めました。でもその歌声は、あのよく響く綺麗な歌声と比べると、見る影もなくひどいガラガラとした声でした。王子は変わり果てた姫の歌声にキョトンとしています。ごめんね、旅の疲れで喉の調子が悪いみたい。治ったらまた歌ってあげるから。姫はひどい歌声をごまかすために嘘をつきました。あ、そうなんだ、ごめんね、無理やり歌わせちゃって。それなら早く寝て体を休めなくちゃ。王子の優しい気遣いが、嘘つきで後ろめたい姫の心をチクリと刺しました。夜も更けて、王子は深く眠っていますが、狼は眠れないままでいました。狼はとぼとぼと湖のほとりを歩いています。今や狼の胸の中は不安でいっぱいでした。化け物と人間が仲良くなれるわけない。ヤギに言われた言葉が頭の中を駆け巡ります。姫の姿でないと、嘘をつき続けないと王子と仲良くできない。王子への思いと嘘を重ねる醜い自分、不安な気持ちをかき消すように、狼は水面をパシャリと叩きつけました。広がり、そしてゆっくりと収まっていく波紋。湖を覗き込み、水面に映る化け物の姿を見て、狼は大きなため息をついて湖面をもう一度かき乱すのでした。王子のために摘んできた花を手にしたまま、姫は立ち止まりました。そのまま手渡すはずの花をじっと見つめて、何やら考え事をしています。とうとう姫は決心したようにうなずき、王子のために摘んできた小さな花を潰してしまわないように、慎重にそっと返信を解きました。
自分の姿で花を渡そうとしています。指先は震え、その大きな指が持つ小さな花も一緒に揺れます。結局王子の目の前まで伸ばされた手は王子へと届くことはありませんでした。傷つけることしか知らない指先で持つ王子のように儚く脆い花が、まるで醜い自分は王子にはふさわしくないと言っているように感じられます。姫、どうかしたの？王子の声に狼ははっと我に返りました。そして小さくため息をつき、姫の姿に変わります。ううん、なんでもないわ。はい、どうぞ。姫は小さく微笑みながら王子に花を手渡しました。いつもと変わらず喜んでくれる王子の笑顔が、今日は狼をちょっぴり切ない気持ちにさせました。姫は王子の手を引いて洞窟を進みます。いつも王子に危険が少ない道を歩くように注意している姫ですが、この時は運悪く王子の足元の地面が崩れてしまいました。王子、姫は王子の手を握っていた手に力を込めます。でもか弱い姫の力では王子を引き上げることはできません。狼の姿に戻れば簡単に王子を引き上げることができるでしょう。でもそんなことをしたら、王子の握る姫の手がみるみる狼の手に変わったとしたら、王子に嘘がバレてしまいます。姫は震える手で必死に王子を引き上げようとします。でもそれも長く続きません。姫は力尽き、王子の手を離してしまいました。どさ、あっと姫は慌てて王子が落ちた先を覗き込みます。そこには少しくぼんだ穴の中で倒れる王子の姿。姫の頭は真っ白、息も止まりそうです。ですが王子はすぐに体を起こし、大丈夫というふうに手を振りました。幸い崩れた地面は低く、大きな怪我はしてはいないようです。姫はほっと胸をひとなで。だけど姫は自分の手を見つめます。そこには王子を引き上げることもできなかった非力で小さな手。姫はこれから先もちゃんと王子を守っていけるのか不安を感じ始めるのでした。暗い洞窟を慎重にゆっくり進んでいると、穴ぼこだらけの不思議な場所にたどり着きました。穴は岩場の至るところにあり、暗闇の中でぽっかりと口を開けています。真っ暗で不気味な穴から何か危険なものが飛び出してくるかもしれない。姫は王子を守るように穴の前に立ち、穴の中をじーっと見つめました。すると、わっ、穴という穴から黒くて小さな生き物がわらわらと這い出てくるではありませんか。気がつけば姫と王子は無数の黒い生き物にすっかり取り囲まれてしまいました。ただならぬ姫の様子に王子は姫の手を強く握り、体をこわばらせました。
王子、動かないでね。姫は王子に声をかけながら、突然現れた黒い生き物たちの動きを警戒します。でも彼らは花のようなところをピクピクと震わせるだけ。何もしてこない。害はないのかな。姫が警戒を緩めようとしたその一瞬、王子のそばにいた黒い生き物一匹がぐわっと口を大きく広げます。食べちゃダメ。すんでのところで気づいた姫は黒い生き物に向かって飛びかかり、その生き物を突き飛ばしました。勢いよく飛んでいった黒い生き物は岩の壁で頭を打ちつけて涙を浮かべます。頭にタンコブができてしまった黒い生き物はピスピスと鼻を鳴らして悲しそうにつぶやきました。鼻、いい匂い、おいしそう。どうやらこの生き物は王子ではなく、王子の持つ花を食べようとしたみたいでした。王子は声を頼りに黒い生き物の方へ近づこうとします。あ、王子、危ないから私が話を聞くよ。黒い生き物が化け物だと隠したい姫は、黒い生き物の中の一匹と小声で話を始めます。自分たちはモグラだと主張するこの生き物は、目はあまり見えない代わりに鼻が利き、いい匂いのする花が大好物だと言います。洞窟に花は咲きませんが、時々風に乗って外から花びらが舞い込むようです。それがモグラたちにとって最高のごちそうなのですが、めったにないことなのでいつも激しい奪い合いになります。それによって死ぬモグラが出ることも珍しくないとか。姫は彼らの正体がモグラだということは隠して王子にその話を伝えました。そうなんだ、分けてあげたいけど、これは大事なもらい物だからあげられないんだ、ごめんね。王子の言葉にモグラたちはピーと鼻を鳴らしました。その悲しそうな音を聞いた王子は姫に提案します。この人たちのためにお花を摘んできてあげられないかな。姫も王子にあげたプレゼントをモグラたちに食べられたくありません。うん、わかったわ。花を探しに行きましょう。二人の言葉にモグラたちは大喜び。風に乗って舞い込む花びらを道しるべに、二人は花畑を探しに出かけます。ようやくたどり着いた花畑を前に、姫は思わず息をのみました。見たこともないような色鮮やかな花が一面に咲き乱れ、夕日に照らされて静かに揺れていました。これまで見た花畑の中でも特別綺麗で、姫はその光景に見とれました。いい香りだね、姫。うん、とっても。こんなに素敵なお花畑見たことないわ。本当に僕も見てみたかったな。姫は少しの間目を閉じ、胸いっぱい花の香りを楽しみました。そして王子にもこの景色を見せてあげたいと思いました。じゃあ、あの人たちのためにたくさんお花を摘んでいこっか。二人は両手いっぱいに花を摘み、
モグラたちの巣に戻るのでした。二人は両手いっぱいに花を抱えてモグラの巣に戻ってきました。モグラたちはたくさんの花に大喜びです。今か今かと待ちわびたモグラたちは飛び跳ねたり駆け回ったりして二人を迎えました。今順番に配るからね。姫はモグラたち一匹一匹に花を配ります。ですがあまりのいい匂いに我慢できなくなった一匹のモグラがパクリ、姫の持っていた花にかぶりつきました。驚く姫をよそにモグラはうっとりしながらおいしそうにもごもごと口を動かします。おいしい花、おいしい。花を受け取ったモグラたちは香りを楽しんだり食べたり大好きな花を思い思いに楽しんでいる様子。嬉しそうなピスピスという鼻歌があちこちから聞こえてきます。王子はモグラの一匹とお話をしている様子。足りなくなったら頑張って取りに行ってねと花畑のある場所を教えているようです。ありがとう、ありがとう。お礼したい。ゆっくりしていって。そう言って洞窟で採れる不思議な食べ物を運んできます。姫と王子は喜んでモグラの言葉に甘えることにしました。その夜、二人は花畑にもう一度来ていました。初めに来た時に集めた花は全部モグラにあげてしまったので、王子にもとびきりの花をプレゼントするために姫が連れてきたのです。夜はもう深く、時折雲間から差し込む月明かりと王子の持つランタン以外に明かりはありません。その光に照らされ花畑は静かに幻想的に輝きます。姫はこの花畑で一番だと思った一輪の花を王子に手渡します。そしてそのまま王子の手を握りました。王子もはにかみながら姫の手を軽く握り返します。王子の手から伝わる心地よい体温を感じながら、姫は化け物のこととか嘘のこととか不安なことをすべて忘れて、このままずっとこうしていたいと思いました。そう、姫はこの時すっかり油断していたのです。不意に雲間から月明かりが差し込み二人を照らしました。月明かりが差し込んだのはほんのわずかな時間、王子の手を握る姫の手が狼の手に戻ってしまったのもほんの一瞬。それでも王子に刻みつけられた恐怖の記憶を呼び起こすには十分な時間でした。王子の手を一瞬包んだぞわりとした感触、それは確かに王子の目を引き裂いた化け物が王子の腕に残したあのおぞましい感触と同じものでした。王子は恐怖に叫び出しそうになるのをこらえます。でもどうして、どうして姫の手があの化け物と同じ手に変わったの。王子は信じがたい気持ちでいっぱいですが、確かに自分の手を握る姫の柔らかい手が化け物の手に変わったのです。
もしかして姫は化け物なの？王子は姫の手を振りほどき、姫から距離を取ろうとします。王子、これは違うの。姫は懸命に言葉で取り繕ろうとします。でもその言葉は王子には届きません。姫、来ないで。王子はなおも後ずさります。目の見えない王子はその背後に崖があることなど知る由もありませんでした。王子、危ない。崖を踏み外した王子に姫は飛びつき、なんとか王子の腕をつかみます。王子の手からランタンが滑り落ち、崖下へ落ちていきます。王子、反対の手も伸ばして、落ちちゃうよ。ですが王子はうつむいたまま、動く様子はありません。姫、嘘ついてたの？何を言ってるの王子。それよりも待ってて、今引っ張るから。でもか弱い姫の力では王子を引っ張り上げることなどできません。姫は本当は化け物なの？違うわ、きっと気のせいよ。お花が触れたのを誤解しちゃったんじゃないかな。狼に戻れば王子を引っ張り上げることは簡単です。そう分かっていても、どうしても王子に本当の姿を知られたくない姫は嘘を重ねることしかできませんでした。王子、お願い、手を伸ばして。姫は必死に王子のもう片方の腕をつかもうとします。王子は何も言わず、うつむいたままです。間の悪いことに、その時月を隠していた雲が晴れ上がります。月明かりが崖の上の二人を照らし出します。全身をたっぷりと月光に包まれた姫の変身はすっかり溶けてしまい、言い訳のしようもないほど完全に狼の化け物に戻ってしまいました。あ、これは違う、違うの。二度も自分の手をつかむ姫の手が化け物に変わりました。王子の疑いは確信に変わります。なんで嘘ついてたの？もはや狼には言い訳の言葉も嘘も思いつきません。月、え、嘘つき、手を離せ、この化け物。それは狼にとって王子から一番聞きたくなかった言葉です。その言葉は狼の心を強く殴りつけます。息が苦しくなり、視界が涙で歪みます。こんなに心が痛くなったことはこれまでありませんでした。しっかり王子の腕を握っていたはずの手は緩み、化け物の手を振りほどこうと暴れる王子は狼の手から離れてしまいます。そして崖下へ落ちていく王子を狼はただ見つめることしかできませんでした。狼は王子が消えていった真っ暗な森を見下ろし立ち尽くします。何も考えることができず、ただ呆然としていました。どれくらいの時間が経ったでしょうか。やがて真っ暗な森の一部にパチパチと赤い光が灯りました。
それはみるみる広がり、森は赤く染まっていきます。崖から落ちていったランタンの火が森に燃え移ってしまったのです。木々が焼ける音で狼ははっと我に返りました。王子が危ない、助けに行かないと。炎は次々と周囲の木々を巻き込み、勢いを増します。狼はじりじりと体を焼く熱を前に、炎を怖がる本能で足がすくみました。怖い怖い、体は震え涙があふれました。それでも王子がいなくなってしまう方がもっともっと怖い。王子、狼は炎の恐怖と戦いながら燃え盛る森へと飛び込んでいきました。燃え盛る森の中を必死に駆け回り、狼はやっと王子を見つけ出します。王子は燃える木々に囲まれ、今にも炎に飲み込まれそうになっていました。熱い熱いと必死に助けを求めています。狼は王子を助けるためぼうぼうと燃え盛る炎に近づいていきます。言葉を返したらよいか分かりませんでした。あんなに火が苦手だったのに、今命がけで王子を助けてくれました。だけどこの目をつぶし姿を偽った憎く怖い化け物でもあります。狼も王子へかける言葉が見つからず、真っ赤に燃える森の中、二人は黙って向かい合うことしかできませんでした。その時です。バキバキと木々が倒れる轟音が聞こえ、森全体が大きく揺れました。轟音の下方向に目を向けると、遠くの方で森の木々の高さを超えるほど大きな怪物が、怒りに満ちた猛々しい咆哮を上げながら今まさに立ち上がろうとしているのが見えました。こんな恐ろしい怪物は見たことがありません。森に住む生き物や化け物たちは皆パニックになり、怪物のいない方向へ一斉に逃げ出しました。逃げ出す生き物たちの中には魔女の使い魔たちの姿も見えます。魔女の使い魔たちは何かを叫びながら逃げていました。森の魔女がお怒りだ、愛するコレクションを燃やされて昔のように大暴れ、もうこの森はおしまいだ。それを聞いた狼と王子は顔を見合わせます。あれは森の魔女なの。コレクションが燃やされて怒ってるって、これ僕たちのせいだ。うん、でもあんな怪物どうやってやっつければ。狼は怪物になった魔女を倒す方法を考えます。だけどどう考えてもあんなに大きな怪物には勝てそうにありません。王子を連れてここから逃げないと、などと狼が考えていると、姫、魔女に謝りに行こう。思いがけない王子の言葉に狼は耳を疑います。謝りに？そう、悪いことをしたら謝らないと。
悪いことをしたら謝る。狼は王子の言葉を繰り返します。早く行こう姫。狼は少し考え込んでいましたが、やがて強くうなずきます。わかった、わかったよ王子、行こう。ついに二人は魔女の館があった場所にたどり着きました。怪物になった魔女が押しつぶしたのでしょうか。かつての魔女の館は今は見る影もない瓦礫の山になっています。その破壊の跡を目で追うと、少し先に魔女の姿が見えました。怒りに我を忘れ、館の周りの森を所構わずその巨体で押しつぶしています。王子どうしよう、話を聞いてくれそうな感じじゃないよ。姫は困った様子で王子に問いかけます。そうなんだ、でも大丈夫だよ。大丈夫？一体何が大丈夫なのか。姫はいぶかしげに王子を見つめます。姫はとっても強いからね。え、王子。王子はこんな状況で冗談を言っているのか、それとも本気で言っているのか、姫には理解できず、ただうろたえるのみです。魔女のうなり声と地響きが二人のやりとりに割り込みます。魔女は姫と王子に気づいた様子で、明らかな敵意を二人に向けて近づいてきます。二人が森や魔女の大切なコレクションを燃やした犯人だと知っているようでした。王子、魔女が近づいてくるよ。姫は慌てて王子を連れて逃げようとします。ですが王子は動く様子がありません。姫、今の魔女は怒ってて話を聞いてくれないけど、何とかして落ち着いたら話を聞いてくれると思う。落ち着くってどうやって？ちょっとやっつけるとか？え？それができれば苦労はしないのですが。しかし王子は強気で続けます。だからお願い姫、魔女をちょっとやっつけて。できるかな。そう言いながらも姫は狼に変わり、巨大な怪物に向かって地を蹴り駆け出しました。王子と姫は怒り狂う魔女を何とか鎮めることができました。魔女との戦いで猛々と立ち込めた煙がだんだんと腫れ上がります。怪物から元の姿に戻った魔女はしばらく気を失っているようでしたが、やがて目を覚まし、よろよろと立ち上がります。畜生、大切なものを踏みにじっておいて許せない。あいつらめ、なんでわかってくれないんだ。魔女は朦朧としていて少し変なことをつぶやいていますが、その怒りはまだ衰えていないようでした。魔女はボロボロになった魔法の杖を二人に差し向けました。魔法の力が光となって杖の先端に集まり、鋭く輝きます。その破壊的な力が今まさに二人に向かって放たれようとしたとき、ごめんなさい。魔女はピクリと動きを止めました。ふん、
ちょっと見ない間に素直な心を少しは身につけてきたのかい？そんなことでお前たちのしたことを許してやるとでも思うのか？言葉とは裏腹に魔女からはさっきまでの土器がなぜか感じられなくなっています。そういやお前は私に何か用があったんだったね。魔女の言葉に姫は王子を連れて魔女に会いに来た理由を思い出します。そうだった、魔女お願い、王子の目を治してあげて。私たちそのためにここまで来たの。姫のなりふり構わぬ懸命な態度に魔女は顔を歪めます。その表情は怒りのようにも愉悦のようにも見えました。へえ、私のコレクションと庭を焼いておいて、よくもそうずうずうしくお願いができるものだ。しかしまあ、私は寛大な魔女だ。お前がそれ相応の代償を支払うというのなら、その願い、聞いてやらんこともないよ。ねぶるような口調で、魔女は言います。どうすればいいの？お前がここに来た理由のすべて、それをもらおうかね。それって姫は嫌な予感に背筋が冷たくなるのを感じました。王子さ、そんな、と言っても王子の命をもらうわけじゃないよ。私は魔法の代償に命は取らない主義だからね。姫は少し安心しますが、魔女は代償の話を続けます。お前の王子に関する記憶を全部奪わせてもらおう。それに姫に変身する魔法も返してもらうよ。ああ、もちろん歌声は返さないよ。当たり前だね。本来なら目を治すのにこんなに代償は取らないんだけどね。余った魔力はお前たちに焼かれた森を治すのにでも使わせてもらうさ。狼のすべてを捧げろと言わんばかりの魔女の要求。どうだい、これだけの代償お前に払えるのかい？自分勝手で嘘をついて生きてきたお前が、ただのちっぽけな人間一人のために。姫、狼は考えます。これまでの出来事、王子との旅、自分がしたこと、今まで生きてきた中で一番深く考え。わかったわ。その代償を払うから、王子の目を治して。狼は王子のために代償を払う決断をしました。ダメだよ、僕のためにそんなことさせられないよ。王子はとんでもない条件を受け入れようとする姫を止めようとします。姫は王子の手を握り、王子に語りかけます。いいの、王子、私は王子の目を傷つけてしまった。だけどそれをごまかして王子の目を治せば、それだけで王子と仲良くしていいって思ってた。でもそれじゃダメだって分かったんだ。だから王子、傷つけたり嘘ついたりしてごめんね。そして王子が何かを言い返そうとした
次の瞬間。取引成立だね。姫と王子に割り込み、魔女は魔法の儀式を始めます。魔法の力の波によって姫は囚われ、王子は弾き飛ばされます。まずはその姫の姿から返してもらうよ。魔女が指をくいと動かすと、あっけなく姫の姿は狼へと戻ってしまいました。もうどれだけ念じても姫の姿には戻れません。さて、次は代償の取り立てだね。魔女が杖を振るうと、狼を覆う魔法の波が力強くうねります。狼の精神はゾワゾワと魔女の魔法の力に掌握されてゆき、意識がどんどん遠のいていきます。姫、音を頼りに王子は狼の方へ駆け寄ります。王子の力では魔女の魔法の力から狼を引き剥がすことはできません。王子は狼の顔に触れ語りかけます。姫、僕も謝らなきゃ。あの時化け物なんて言って、嘘つきなんてひどいこと言ってごめんね。姫の気持ちに嘘なんかなかったよ。姫は嘘つきなんかじゃなかった。だから姫が記憶をなくして今の気持ちを忘れても僕が覚えてるから。だからまた。そこで狼の意識はほとんどなくなり、王子の言葉を最後まで聞くことはできませんでした。消えゆく意識の中、狼は思います。最後に素直な気持ちで謝れてよかった。王子は許してくれたかな。仲直りできたなら改めて友達になってもらって、それからもっと仲良くなりたかったな。そして狼の意識は真っ白になりました。あるところに小さな王国を取り囲む闇深い森がありました。昼でも薄暗い闇の広がるその森は、魔女が支配し人食いの化け物が徘徊する恐ろしい森でした。森の闇は奥深くへ行くほどに濃さを増し、人々はその闇を恐れ、森の中へ入る者はほとんどいませんでした。そんな恐ろしい森ですが、月夜の晩には誰かの歌声が聞こえてきます。いいえ、それは歌とは言えないほどに随分と下手くそなものでした。声の主は狼を思わせる姿の化け物。彼女は毎夜この小高い岩の上で寂しそうな声で月に向かって歌うのでした。なんで私は歌ってるんだろう。あんまり歌うまくないのに。狼は時々とても寂しい気持ちになる時があり、そんな時はなぜかここで歌を歌いたくなるのでした。どうしてだろうと考えようとしても、記憶に白いもやがかかり何も思い出すことはできませんでした。
なんか心にぽっかり穴が開いたような感じ。狼の寂しげな歌は夜の闇の中に吸い込まれるように消えていきました。歌い終わると辺りに静寂が訪れます。何をするわけでもなく、狼が空を見つめてぼんやりとしていると、不意に近くから物音が聞こえました。よいしょ。狼はびっくりしました。見知らぬ人間が突然岩を登って目の前までやってきたのです。ですが、狼にとっては人間など敵ではありません。しかも目の前に現れたのは肉の柔らかそうな人間の子供でした。最近はあんまり人間を食べる気が起きませんでしたが、久しぶりのごちそうが向こうからやってきたのです。小腹も空いているし、引き裂いて食べてやろうと大きな爪を振り上げました。その爪を振り下ろそうと力を込めたその時、不意にその人間が何かを差し出しました。視界いっぱいに広がる色とりどりのそれに、狼は目を奪われ、振り下ろそうとした手を思わず止めてしまいます。なぜか懐かしさを感じる優しい香りが狼を包み込みました。花、それはいくつもの花が束ねられた小さな花束でした。そうだよ、今までのお返し。そう言ってその人間は柔らかく微笑みました。狼には何のことだかわかりません。また会いに来たよ、姫。その言葉を聞いた瞬間、狼の目からポロリと涙がこぼれました。涙は後から後から溢れ出し、言い表せない感情とともに止まらなくなりました。狼には目の前の人間が何を言っているのか全くわかりません。だけど正体不明の大切な何かが心の穴を満たしていきます。狼は振り上げた爪をゆっくり下ろし、差し出された花束に手を伸ばしました。優しく優しく握られた大きな手の中で、小さな花は静かに揺れました。狼はその場に座り込みます。花束を手渡した人間は嬉しそうに微笑み、狼の隣に座ります。狼のぼやける視界の向こうで人間の笑顔が揺れました。狼と人間は寄り添い、狼は歌を歌い始めました。それはお世辞にもうまいとは言えない、どうしようもなく下手くそな歌でしたが、人間は嬉しそうにそれに耳を傾けます。これまで月に向かって歌われていたその歌は、今は隣にいる人のために歌われます。それは不器用だけど素直な気持ちがこもったとても温かな歌声となり、夜の森にいつまでもいつまでも響き渡りました。めでたしめでたし。